どうもこんにちは、アンティークテーブル屋の瀬野です。今日のこの動画はですね、こいまり江戸絵皿絵と生地展についてお話をしていきます。本当はこの動画っていうのはこちらのガレとジャポニズム、こちらの本をご紹介させていただこうと思ってて、実際に本を読み進めていってたんですけども、その本の一文の中に気になるところがあったんですね。それなんて書いてあったかって言いますと、どうやらエミール・ガレは日本人が作り出したこの工芸品の中に含まれる意味までをも理解していたようだという文章があったんですね。エミール・ガレ知らない方もいらっしゃると思うので、こっちの動画で詳しく解説しておりますし、後の動画でこの本についてもお話しするので、気になる方はチャンネル登録しておいてください。で、この作品の中に含まれる意味ってところに僕は気になったんですね。だってこの絵、まあ、例えば絵皿としますよ。この絵皿が何かしらの絵が描いてあると思うんですけども、それを見た時に、あ、美しいねとか、まあ、人が描かれてるのであれば、あ、なんか面白い絵だなと、そういうところのパッと見の美術館でしか僕は判断しなかったんですね。でもどうやらこのエミール・ガレっていうのはこの作品の中に含まれている意味をまでをも理解していたみたいなんですよ。そしてこのガレがジャポニズムのこの真髄とか本質の部分を理解していたのに、私が理解していない状態でこのガレのジャポニズムの話をしようとすると、それってやっぱおかしくなってきますし、伝わらないと思うんですね。だからまずは日本の芸術館が美術館を勉強する必要があったわけなんですよ。そこで今日先に勉強させていただいたのがこちらの江戸絵皿絵と生地展という本なんですね。こちらの著者の方なんですけども、川村道夫さんという方で、ラジオパーソナリティをしている方みたいで、他にも骨董品とかにも精通している方みたいなんですね。で、京都に蔵があったらしいんですよ。で、この蔵が終わるということで、この蔵の中にあった古伊万里のお皿1000点を、まあ、譲り受けるか、ちょっと拝借している状態かわかんないんですけども、それで振り合える期間に恵まれましたと。そして、この絵柄についていろいろ研究していくうちに、一つの問題に気づいたというふうに書いてあるんですね。それ、どんなやつかって言いますと、本来であれば、この絵柄について何かしらの意味があるんですけども、この絵柄について書いてある本が一冊もないと。これが本当はこの絵柄を分かることによってもっと古伊万里を楽しむことができるのに、これがないことによってこの本を読み終わる前の私みたいにパッと見の芸術館でしか判断することができない、これって結構問題だねということで、じゃあ私がこの絵とにはこういう意味が含まれてるんですというのを解説する本を作ろうということで、この本を作ったらしいんですね。今まで私はね、別の動画で何度も何度もジャポニズムっていうのは西洋の人々、ヨーロッパの人々に多大な影響を与えてきたんですよということを豪語して言ってたんですけども、この本を読み終わった時どう思ったかって言いますと、どうやら私はしっかりとした日本の美術か芸術館、こういったのを理解できていなかったと言わざるを得ないというような気持ちになったんですね。ですので今日もね、最後までお付き合いいただいて、ぜひとも僕と一緒に教養を身につけてほしいなというふうに思っているわけなんですよ。教養、教養っていろんなシーンで聞くと思うんですね。だからこの教養っていうのをもう一回僕ね、調べて今からお説明します。この教養っていうのはどういう意味かって言いますと、学問や知識を身につけることによって養われる心の豊かさというふうに書いてあるんですね。ですので、今まさに私たち日本人でありながらも、その日本の文化とか日本の芸術館を知らない状態の人が増えている。だからこそ、この動画を見て、この教養を身につけてほしいなというふうに思っております。では、早速お話を進めていきましょう。まず、絵と生地って何なんですかということについてお話をしていきます。絵と生地なんですけども、大体江戸時代から昭和40年くらいにかけて、この絵皿には、こういった意味が含まれてありますよということを大人同士で話し合ったりとか、大人から子供に対して話をしていく、そしてそれが心の豊かさにつながっていったり、そのお話が楽しみとして文化として定着していたという側面があったらしいですね。それがだんだんと西洋の文化が入ってくることによって、この絵解きの文化が廃れ、いつの間にかなくなってしまったと、そういうふうに言われております。そしてこの絵解きなんですけども、江戸前寿司ってよく聞くと思うんですけども、この江戸前寿司っていうのにはお寿司屋さんがあって、ここに板前さんがいて、ここに後ろに壁があるんですか。で、この壁のところにいろんな絵皿が飾ってあったんですね。で、この絵皿のことについて勉強しておく、これが板前さんのこの教養の部分であり、このお客さんも粋なお客さんが来た時に、この粋なお客さんっていうのは、ちょっと大将と、あそこのお皿のあの絵ってどういう意味があるのというふうに聞いて、この大将も
この絵皿というのはこういう風なものが書いてあってこういう意味があるんですよというのを伝えて、そしてこの粋なお客さんたちもここで教訓を学んで帰ると、そういったお寿司屋さんというのは学びの場所だったらしいんですね。それもまたガンガンと伝えていってしまってお寿司を食べるところになってしまったという風に書かれてあります。そしてこの絵と木なんですけども、その絵の中に含まれているもののほとんどっていうのは中国から来ていることわざとか故事来歴のことについてこの絵で表現してあることがほとんどなんですね。そういったものを頭に入れている状態で今からお話を聞いてみてください。まず一つ目の作品なんですけども、今こちらに映っているのが潮干という作品になっております。構造を見たときに一番奥に貝殻があって、そこから人が連なっているんですけども、一番奥の人っていうのは足が挟まってるんですね。でその人を助けるような感じで引っ張ってるんですけども、まずこの一番奥にある貝殻っていうのはこれは大ハマグリが描かれています。大ハマグリっていうのは今でいうとこの私たちのただの貝殻だなと美味しいよねっていうような感じなんですけども、江戸時代の人たちからすればこの大ハマグリっていうのは竜と同じぐらいの伝説の生き物というふうに考えられていたんですね。そしてこの大ハマグリのことを江戸時代の人たちは神というふうに言っていたわけですよ。だから蜃気楼という漢字があるじゃないですか。で、あの蜃気楼の蜃っていう漢字だけで検索をすると蜃気楼の話が出てくるんですね。で、この蜃気楼ってどういう意味かって言いますと、大ハマグリの蜃が出す木、この木っていうのはすごい大きい木なんで、この木から出てくるものっていうのは楼閣が現れますと。だから蜃が出す木で楼で蜃気楼という漢字ができたわけなんですね。そしてこの作品っていうのは、もし大ハマグリと出会ったとしたら体のどこかが挟まれるかもしれないっていうのを面白おかしく描いている構図なんですね。これをギガって言うんですけども、ギガってどういう漢字を書くかって言いますと、こういう風に書くんですね。だからギガバイトのギガとかじゃなくて、鳥獣人物ギガとか、鳥獣ギガとかって聞いたことあると思うんですよ。だからウサギとかね、カエルとかネズミがこうお相撲を取ってるところのシーンとかって一回見たことあると思うんですけども、あのギガってのの意味っていうのは、面白おかしく滑稽なもの、そういった意味があるんですね。だから、今でいうとこの漫画みたいな感じという風に考えてください。で、漫画っていう漫画は今ないじゃないですか。まあ、それはそうなんですけども、ギガっていうギガはないんですね。だから、ギガっていうカテゴライズがあって、その中から、トバエがあったりとか、その中に、あくび止めがあったりとか、まあ、そういった感じの、潮干っていう作品が、ここに描かれているというわけなんですね。そして、このハマグリのお話なんですけども、このハマグリなんですけども、上の階と下の階があって、こう、重なってるじゃないですか。で、こっちも上の階があって、下の階があって。で、これをバラバラにして、これを入れ替えるとするじゃないですか。そしたら、この階っていうのは、合わさらないわけですよ。これはハマグリっていうのは元々の個体が一緒ないと絶対に噛み合わないというふうに言われている貝なんですね。そういった意味から縁起のいいものとして崇められていくようになったわけなんですね。例えば桃の節句の時にハマグリを食べたりするんですけども、これは何でかって言いますと、女性の美徳につながったりとか女性の幸せにつながるという意味からハマグリが食べられるようになったんですね。そしてこの上の階と下の階しか絶対に合わないという和合の意味からも、結婚の時の縁起物としてこのハマグリを食べるといいよねというふうに言われていった、そういう歴史があるというわけなんですね。二つ目の作品なんですけども、芝温光の亀割りという作品となっております。この作品なんですけども、時代を遡って中国になります。宋という時代があったんですね。で、その宋の時代のエリートで芝温光という人がいたわけですよ。まあ本名は芝光という人なんですけども、この時宋の時代っていうのはこの水瓶めっちゃでかい、この作品の中に水瓶が描いてあると思うんですけども、めちゃめちゃでかい水瓶なんですね。で、前世の時の話もしてるんですけども、昔になればなるほどこの磁器の価値っていうのはめちゃめちゃ高かったわけですよ。ましてはこれぐらいの大きさの磁器っていうのは本当に希少性が高いし高価なものだったんですね。なんですけども、この水亀の中に芝光さんのお友達が誤って落ちてしまったと。そして芝光さんはこの人を助けようとした時にどういうふうに考えたかって言いますと、この水亀を割ってここからお友達を取り出したということがこの絵の中に含まれているわけなんですね。どういう意味があるかって言いますと、どんなに高価なものであっても人命に勝るものはないですよねってところをこの絵から表現してあるというわけなんですね。そして次の作品なんですけども、獅子の子落としという作品になっております。構図を見た時に崖の上から獅子が下を覗き込んでいるような感じで、下の方には子供が映っているんですけども、これどういう意味が含まれているのかって言いますと、獅子っていう生き物は子供が生まれた時に崖の方に行って先人の谷から子供を全員落とすらしいんですね。そしたら何匹かがちゃんと登り上がってくるらしいんですよ。そしてこの個体個体っていうのはちょっとずつ能力値が違うから、その子に合わせて試練を与えて鍛えていく、そういった子育ての方法をやっているらしいんですよね。だから
苦労させて成長させることによってもっと一回り大きな獅子になってもらいたい、そういった思いが入っているわけですよ。だから今の私たちで言うと、可愛い子には旅をさせようっていう言葉があるじゃないですか、まあ、あれと一緒で可愛い子には旅をさせて、あえて苦労させることによって一回り大きくなって帰ってきてるという意味が入っているんですね。まあ、そういったものの獅子バージョンというふうに考えると分かりやすいですよね。そして次の作品なんですけども、こちらの龍門という作品になっております。構造をパッと見ですね、真ん中に鯉が映っているだけなんで、これで龍門というふうに思われる方もいらっしゃると思うんですけども、これもちゃんとした意味があるんですね。この大昔の中国に華という国があったんですね。でその時の王様は禹という人だったんですけども、この人の時代っていうのには大洪水が問題になっていたわけですよ。でこの大洪水をどうにか解消しないといけないということで、黄河上流に龍門山という山があったんですね。でこの龍門山の山をどん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 開いていくことによって水の流れを変えていったわけなんですよ。今まではこうダイレクトにね街中に入ってきていた水を、こっちの龍門山を開いていくことによって、こっちに新しく川を作ってこっちに水を流していくようにしたんですね。でこの新しく作った川のことを龍門という川にして、こっちの住宅街の方に川が流れなくなったことによって洪水が解消されていったんですね。なんですけども、こっちの龍門っていう川、大洪水が起きていたぐらいの川なんで、めちゃめちゃ流れが激しいですし、速いわけですよ。なんですけども、そんな時に稀に鯉が遡上してきて、上に上がってくるっていう現象がたびたび起きていたんですね。こんなすごい鯉がいるんだということで、この鯉は後に龍に化身するという伝説が語り継がれるようになっていたわけなんですよ。そしてこの龍門っていう川を登ってくる、このことを登龍門というふうに名付けて、この登龍門っていうのには今も私たちが使っているんですけども、困難を乗り越えていった時には立身出世が待っている、そういった意味で私たちが今普段使っているあの登龍門という字が生まれているわけなんですね。そしてそれをこの作品の中で表現しているというわけですよ。そして次の作品なんですけども、こちら玉の里という作品になっております。玉の里っていうのはもう何回も何回も聞いてると思うんでわかると思うんですけども、その玉の里っていうのはそれだけじゃなくて一文があるんですね。本物はそれは何て書いてあるかっていうと、一服の争い玉の里するという言葉なわけですよ。これまた中国の歴史につながってくるんですけども、中国に三国時代があったんですね。魏呉蜀じゃない三国時代があったんですけども、これが趙燕秦という国があったわけなんですね。でこの趙っていう国が燕を攻撃するよというようなことを噂で聞いた燕の外交官の蘇代という人が、趙のお偉いさん慶文王のところに向かってお話をしに行くわけなんですね。その時のお話っていうのが今こちらの構図にあるお話なんですけども、この構図に描かれているのはシギという鳥とハマグリなんですよね。でこれはどういう風な情景かって言いますと、シギがハマグリを食べようとするんですけども、ハマグリも食べられまいとシギのくちばしを掴んでお互いが攻防している状態を描いているんですね。そんな時に向こうから漁師がやってきて、この2匹をまとめて網で捕まえられてしまう、こういった構図がここに描かれているわけなんですね。でそのことをこの慶文王に蘇代が話をするわけです。玉の里って知ってますか、こういう話で結局一番得したのはこの漁師さんなんですよっていう話を、この蘇代って人は慶文王にお話するんですね。そうするとこの慶文王は、あそうだねと、確かにこの状態で私たちが戦争すれば一番得するのは秦じゃないかということを気づいて、結局この趙が燕に攻め入れるってことを中止した決断をやめたという歴史背景があるんですね。ですので私たちの一般的な玉の里の理解としては第三者が得をするっていう考え方なんですけども、その前に本来は一服の争いっていう文字が入ってて、この一服の争いっていうのは和睦の勧めとか平和の勧め、そういったところが含まれているというわけなんですね。特に今私たちってアメリカと中国がもう戦争するかどうか、まあまだしないと思うんですけども、そういった感じじゃないですか。でもここで戦争すればやっぱりお互いがお互いに傷つき合って、どっちともにいいことはないわけなんですね。じゃあどこで一番いい思いをしてるかっていうと、やっぱりそこに出てくるのがロシアとかインドなわけですよ。そういった感じで、この戦争をやめるというところにも繋がってくる。それが玉の里の本当の意味なわけなんですね。そして次なんですけども、マガモという作品になっております。今こっちに映ってると思うんですけども、これまでの作品というのにはことわざとか古事来歴っていうのは中国から来たものがほとんどだったんですけども、今回のものっていうのは国産のものになっております。このマガモなんですけども、歴史背景を見た時に室町幕府があって江戸幕府があったじゃないですか。
で、ここの中でまた日本独自の美術が育まれていたわけなんですね。この室町幕府と鎌倉幕府の中の絵師が専属でいたんですけども、この絵師のことを狩野派というふうに言ってたわけですよ。で、この絵師っていうのは基本的に掛け軸を描いたり屏風を描いたりする人たちだったわけなんですね。で、この絵師が描いた絵っていうのはその人の門人だから生徒さんですね。生徒さんまでしか基本的には目にすることができなかったわけなんですけども、印刷技術が進んだことによって町人、町絵人、そういった人たちも目にすることができるようになっていったわけなんですね。どういうことかって言いますと、漢本というのが作られるようになっていったわけですよ。漢本っていうのは今でいうとこの版画をイメージしていただきたいんですけども、版画を作って、そして紙を貼って、そして作ると、1枚作ると。で、また別の版画を作って、そして紙貼って、でまた2枚作ると。それでもどん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 重ねていくことによって、本みたいなのができるんですね。で、こういった狩野派の絵の本の構図の本を、町人が購入して、町絵人もこういったものを描けるようになってきた。そういった感じで、中国のパターンじゃない日本独自の絵柄っていうのが、この幕府から下まで入ってきてたんですね。そういった町絵師が描いている絵を見た志田側のお偉いさんが、じゃあこれを磁器の中にも描いたらもっといいものができるんじゃないかということで生まれたのがこちらのマガモという作品だったんですね。だからこれっていうのは幕府から出てきた絵であり、これが国産の絵であるということがわかるわけなんですね。そして次なんですけども、今こちらに映っているのが近江八景の8つの風景が描かれているお皿なんですね。これもルーツは中国にあり、中国の湖南省に道帝湖というところがあるんですね。で、この道帝湖の周りというのは美しい風景があるんですけども、この風景について8つの俳句を作った中国人がいるんですね。で、この8つの俳句のことを小小八景というふうに言うんですけども、その小小八景を参考にして作られたのが、この近江八景というわけなんですね。で、この近江八景ってどこの風景のことを言ってるのかと言いますと、滋賀県にある琵琶湖の風景のことを言ってるんですね。で、滋賀県にお住まいの方であれば、こういった地名がわかると思うんですけども、ほとんどの方は滋賀県にお住まいはないというふうに思いますので、ここからですね、実際のこの地図の場所を見ながら、そしてその場所の拡大の絵を見ながらご覧いただきたいと思います。まず最初は三位の番章です。三位の番章なんですが、天下の三名城の一つにも飾られております。ちなみに残りの二つは神護寺の鐘と平等院の鐘であり、三位の番章は音色部門で選出されております。こちらの作品は三位寺で鐘が使われる夕方の情景が描かれているんですね。そして次なんですけども、矢橋の規範というところですね。矢橋っていうところは地名のことなんですけども、これは夕暮れの矢橋の船着き場に船が寄港する情景が描かれております。そして次なんですけども、瀬田の石章ですね。瀬田川に架かる瀬田の唐橋から望む琵琶湖の夕景が描かれております。ちなみに浮世絵で見ると、橋と琵琶湖の対比が描かれているんですね。そして次が粟津の水欄です。粟津は古くから交通の要地でした。そのため、ここら辺では多くの保線が停泊していたんですね。この絵は粟津原に晴れた日に山風が吹き渡る情景が描かれています。そして次、平野墓雪。平野墓雪は平山系に降る雪の景色のことで、墓石は夕暮れ時に降る雪を指します。明るい昼間ではなく、暮れかかった夕方に降る雪が風情を感じさせるのかもしれませんね。次、片田の落眼になります。冬越しに大陸から片田にやってきた雁の群れが描かれています。片田というのは地名のことですね。雁というのはカモ科の大型の水鳥のことです。絵皿には雁は描かれていないんですが、浮世絵の方には描かれています。次、石山の秋の月。石山寺から望む秋の月とその明かりを映した琵琶湖の情景が描かれています。月の名称として知られる石山寺は平安時代、紫式部が湖面に映る月を見て、源氏物語の構想を練った場所としても有名ですよね。そして次、唐崎の弱めなんですが、唐崎神社の松の古木に夜の雨が降り注ぐ情景が描かれております。唐崎ってのは地名のことですね。唐崎神社の境内には古くからある一本松があります。松尾芭蕉の俳句の中に、唐崎の松は花よりおぼろにて、という句があるんですが、これも唐崎の松なんですね。
ちなみにこの近江八景なんですけども、さっきも言った通り先に俳句が出てきて、その俳句に載せる形で絵が生まれたんですね。でこの絵を描いたのが歌川広重であり、この絵っていうのが浮世絵だったわけなんですね。いかがでしたでしょうか。今日はですねこんな感じで7つのパターンの絵柄について解説させていただいたんですけども、実際の本にはもっとたくさんの絵柄について詳しく解説してくれているんですね。ですのでぜひともねこの本を購入して実際に自分の目で読んでほしいなというふうに思っているわけですよ。もし今日のこの動画が楽しかった、勉強になった、参考になったという方がいらっしゃいましたら、ぜひともチャンネル登録といいねのボタンを押していただけると嬉しく思います。それではまた。